すごいすごい。あ、本当は別犬別犬。おいでおいで。別犬別犬。何がいい。よし、どれだろうね。かわいいね、シュリンプ。まあまあ、おいしい。今回は外側ですね。外のはずです。内側じゃなくて。はい、でダックスで外側っていうと、なんかジュースがちょっと元気になったのかな。ペスバルスっていうこの内反症ってこの足がこう曲がっちゃう病気のダックスが多いんですけど、そうすると幼だけがこの合併することが併発することが多いんですけど、今そんなに曲がってなさそうなんで幼だけだけかもしれません。でも基本普通のとこ入ってるんで大丈夫じゃないかな。と内側にして、そうですね、あんまやりすぎじゃないように、まあ、ちょっと軽く、はい、普通の位置でもちゃんと入ってるんで、はい、じゃあ比較的いい方、うん、ああそうですね、外方脱臼のグレード1ですね。あ、よかった、これ左足だけ、はい、両方ですね、両方、じゃあほとんどこうまっすぐに、そうですね、あんまグッてやらなくて普通の状況でやったら大丈夫。そうだ、これもっと引っ張った方がいいんですか先生。ああもう優しくでいいですよ、もう普通に、うん、そんな程度でいいんですか。ゆっくりでもいい、はい、そうですね。じゃあそんな特にこうグッと伸ばす必要もないんですね。まあ、ゲテやらなくても大丈夫です。はい、わかりました。じゃあ頑張りましょう。頑張り